こんにちは、ミーサガの続きをやっていきます。バイゼルハイムに来てるんですけれども、ちょうど詩人に話しかけたら私が語る物語を聞かせてくれるということだったので聞いていきましょう。かつてこの騎士団領のあたりは何もない荒れ地だったといいます。へえ。オイゲンコウは人々を率い荒れ地に立ち向かったといいます。そこに一匹の竜が現れ、サルウィンを倒した人間の技を知りたがったといいます。なんで竜が、オイゲンコウは竜に騎士の技と騎士の心を教えたといいます。オイゲンコウ竜もよく学び、竜と話せるのか。ついには竜騎士と呼ばれるようになったといいます。竜が人のことを、時は流れ、話せるのか。騎士団は大きくなり、新たにやってきた人々は好奇と猜疑の入り混じった目で竜騎士を見たといいます。竜騎士は年老いたオイゲンコウに別れを告げたといいます。間もなくオイゲンコウはミルザのもとへ旅立ち、騎士団の人々も竜騎士のことを忘れてしまったといいます。亡くなっちゃったっていう表現ですよね、オイゲンコウ。人々はいろいろなことを忘れていきます。でもそのおかげで伝説が生まれるのです。なんだか心に染み渡りました、今回の詩人の語り。プレイヤーノートでも確認したいですね。語り、これじゃないですね。オイゲンコウはミルザの盟友だったんですね。そう。オイゲンコウと竜の騎士の語り、これはラファエルのイベントに関係してそうですね。人々は、ほどなく竜騎士はオイゲンコウに別れを告げ騎士団を去ったんですね。その竜の谷に行くんですよね。もしかしたらこの伝説の竜の騎士に会えるかもしれないんですよね。楽しみですね。で、次やるイベントなんですけど、せっかくなのでラファエルが仲間になっているうちにクリアしに行きたいと思います。で、その後特に騎士団領でイベントがなければゲラハを迎えに行こうかなと思います。もう遊軍は何も増えてないかな。増えてなさそうですね。そう、あと防御みんな変えないといけないですね。クロディアの、耐熱手袋をムーンストーンにまた戻してます。で、いつの間にか拾ってたアースガード、これですね。雷撃をも回避可能にする小型盾で、結構性能がいいので一番回避性能が低いラファエルに、そうですね、両手持ちの人はつけられないとしてラファエルに。でもラファエルもそっか、槍だから意味がないですね。外そう外されちゃったラファエル、すいません、忘れてつけてましたそうラファエルは槍だからつけられないですね。じゃあどうしようかな。アースガード、雷撃をも回避可能にするということなので、雷撃、でも帯電防御が高くなるわけじゃないんですね。雷撃って術じゃないのかな。ということは、アイシャにつけましょうか。アースガード回避性能は一緒だから、スマートガードにして、グレイもスマートガードか。他のメンバーは盾をつけてないので、どうしようかな。アイシャにつけてあげようか。グレイはルビエをつけてあげたので、じゃあアイシャにアースガードをつけましょう。他は特に何も。ガントレット、器用さダウン、愛がアップだからニンフの腕はつけてるんでしたね。アイシャこれぐらいでしょうか。じゃあこれでいこうと思います。あとアイシャの、水の術法スキルがレベル2だったので、どこかであげようかなと思って探
さっきバイゼルハイムにまで行ったんですけど、水の術法がバイゼルハイムにも置いてなかったので、ちょっとミルザブール、ここミルザブールか。あ、違いますね。バイゼルハイム。じゃあ、ミルザブールとか、もしミルザブールに水の術法が売ってなかったら、他のクリスタルシティとかに旅立ちに行こうかと思います。では、アイシャの水術法スキルもレベル3に上げてきたので、セーブをしてから、早速ラファエルのイベントに進みたいと思います。セーブセーブセーブ。はい、いらっしゃいませ。お泊まりですか？デスティニーストーンを手に入れてるからちょっと休憩でいいですよね。 LP は回復してるはずです。よし、セーブ OK です。で、みんなの LP も大丈夫ですね。ディスティニーストーン手に入れたから回復してくれてるはずです。じゃあセーブしたので、騎士団領の竜の谷に向かおうと思います。代々永遠スタッド城を継ぐ者が竜騎士から奥義を学ぶために越えなければならない険しい谷、行ってきます。じゃあラファエルを手伝うと決めたからには、クロディアたちと頑張って横から応援しましょう。ラファエルをひたすら応援するだけの立場でラファエルにちゃんとね、やってもらわないといけないですね。お、お腹が寒そうです。この竜の谷を抜けたところに竜の庭があります。さあ、行きましょう。竜の庭って何なんでしょうね。庭、竜がお昼寝とかするんでしょうか、そこで。竜の庭？おお、敵がいるけど、ぶつかっていきましょう。どんどん覚えましょう。あんまり戦いたくないの。ヒーヒーってかわいい。わー、強そうですね。どうしようかな。ベルニーの弓は置いといて、強化弓で戦っていきましょう。で、なんだかホークブレードからもいい技を覚えるみたいなので使おう。殿下は、殿下はカヤキスの槍も結構、ああそっか、羅刹の剛剣ですね。羅刹の剛剣の方がちょっと技が少ないので、もうちょっと覚えていこうかなと思います。どうしよう、素振りしましょうか。ヤギ払い、スコーピオンでチャージ使いましょう。 DP 消費多めです。そうそうそう、みんなの体型も少し変えてるんですけど、体型って言っても前衛後衛とかはそのままで、その並び順だけ変えてみたんですけど、今通勤中にロマサガ2を、多分ツイッター見てくださってる方はもうご存知だと思うんですけど、ロマサガ2をダウンロード、スマホ版でやってみまして、でまだちょっとしか進んでないんですけど、最初から体型を覚えていて、はい、でその体型っぽくやってみたくて、あーでも並んでないですね。なんていう体型の名前だったかな。ジンですね。ジンか。おお、大丈夫。あー、誰か死んじゃったかな。あれ、殿下が、あ、殿下が倒れてる。そう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 、一番前が1人、中間に3人、後ろに後衛が1人か。ああ、そうそうそう、そういう風な並びにしたかったんですけど、じゃあ今できてないですね。この武器じゃ無理かな。みんなが持ってる武器では性能を考えたら、どうしても前衛3人、中衛1人、後衛1人になっちゃうので、ホークブレードの投げ払い、もう一回これで、ほい、そういう陣形にすると、一番前の前衛の人がこう一気に攻撃を引き受けるんですけど、でも中衛後衛の人がほとんどダメージを受けなくなるので、
魔術師とかかな、結構体力低い人を後ろにしたら狙われずに済むみたいな感じだなんですけど、そういうのもやっていきたいですね。もうロマサガ2とミーサガの体型がどれだけリンクしてるのかわからないですけど、引き継がれてるのか。よしよし、おお、これは避けれますね。宝箱が左にある。ああ、そうだそうだ、マップアビリティ全然見てなかったですけど、多分鉱石採掘とかない気がする。クライミングジャンプがもしかしたらいるかもしれないけど、一旦これで今まで通りでやってみましょうか。この先はワープできたりあしないですね。行き止まりか。宝箱サーチも反応しないし、ここはただの行き止まりだったのかな。それかランダムで宝箱が出るとか。わあ、フシがムクムクって、ああ、ブンブンが襲ってくる、ついつい避けちゃいますね。よしよし、宝箱先に取りたい。ほい、357金びっくりした。ああ、でもすぐ倒せちゃいそうですね。これは5人で来てますけど、本来だったらラファエル1人だけでこの谷に来ないといけなかったんでしょうか。おお、5人だから倒せてますけど、1人でこの敵の量はちょっと無茶じゃないんでしょうか。お、フライバイまたやってきました。ああ、これがイフリト星にあったら使えたのに。よかったよかった、フライバイ一度は失った技でしたね。もう一回覚えてくれてよかったです。早速使いたいな。なんかグレイのあの武器面白いですね。とても剣には見えないですね、斧とか。もう一回デタラメア使ってフライバイ、空中から全体重を乗せて武器投げの一撃を見舞う。武器投げですよ、武器投げ。でも EP が1消費ですね、うん、ホークブレードにしましょうか。あ、そっか、ホークブレードからフライバイひらめいてくれたんですね。やったー、どうしようかな。1人時間差、スイッチバック、よし。さあさあ、まだ敵は周りにいましたよね。そうそう、鳥ちゃんが、うわ、追いかけてきてる。あっと、あー、結構離れてると思ったんですけど、よしよし、すぐ倒せました。どっちに進もうかな。左は何もないか、宝箱か。あー、何も、あ、ジャンプがいりますね。あれ、いらないか。ジャンプじゃなくて別のルートから左飛び越えられ、飛び越えられない、左の道に行けるのかもしれないですね。結構広そうですね、竜の谷。じゃあおとなしく奥に行きましょうか。あれ、その奥、あれれれれ、え、ジャンプがいるんじゃない。あー、そっかそっか、こっちから、え、こっちからも行けない。あれ、あ、地図ありますね。よかったよかったよかった、地図がないとこんな迷いやすいところ行けないですよ。あー、多分もともと戦う前は、戦いが始まる前は場所を覚えてられるんですけど、戦闘が始まっちゃうと終わった頃にはどこから来たかっていうのを忘れてしまうんですよね、ついつい。よし、こっちに行ったらさっきの宝箱、あれ、何これ、鉱石ですか、ん、鉱石かな、これ鉱石サーチ欲しいですね。ただの石にしてはなんだか中に赤いものが見えますけど、この端っこは行き止まりかな。
宝箱サーチも出ない。どうしよう、鉱石サーチを入れるとしたら何を減らしましょう。やっぱりステルス忍び足かな。ステルス忍び足ね、帰り道に使いたいんですよね。わあ、フシがいる、フシが。ちょっと一旦帰って鉱石サーチをつけてもう一回行きます。では戻ってまいりました。で、鉱石サーチじゃなくって鉱石採掘ですね。これの間違いでした。では鉱石採掘をつけてきたので早速使いましょう。コンコンコン。自然銀を見つけた。自然銀ってなんだろう。また何か武器の改造に使えそうですね。で、あそこの向こうは、ね、そこの端っこにも宝箱ありますよね。あ、で、ちなみに、忍び足を外してきました。こっちから、下から回れば、さっきの宝箱のところに行けるかな。ブンブンは無視です、ブンブンは。わあ、わあ、めちゃめちゃ来る。こっちから回っ、ああ、ありますね、宝箱。よしよし。宝箱。お宝探しもやりたいですね。たったの600金。600金でも結構大きいですよね。塵も積もればですよ。ぼちぼち貯めていきましょう。こっち。さっきね、一回さっきの、鉱石があったところに行くまでに何回か戦ったんですけど、わー、そうですね。で、あのデスシザーを使ってくる敵が何体か出てきて、もう瀕死、クローディア以外死んじゃいまして、で、なんとか退却できたのでクローディアの LP が11になってしまってます。どうしよう。最初にアローレインで、あ、鳥じゃないですね、魔族か。いやですね、魔族はワープしてきますからね。今度右に行きましょう。右に、また宝箱復活してるかな、消えちゃってるかな、さっき取ったやつ。うわー、いっぱいいる。ひえ、左の奥ですね。ひえ、ブンブンが結構早いんですよね。こっちか。おお、回られてる。でも結構巻くこともできるので、あの他の敵に引っかかったりして、ん、右は行き止まりだけど何かありそうで気になります。宝箱サーチとか、あ、さっき使えなかったんだったっけ。何も、あ、何もないですね。やっぱりここはフェイクなのかな。いやー、来るけど、魔族がね、魔族がブンブンの前に来てくれたら結構足止めされて追わなくなってくるんですけど、あー、魔族どっか行っちゃった。こやつはしつこいですね。わー、トカゲちゃんも結構早いんですよね。おお、よしよし、負けました。あ、トカゲが早い。トカゲは早くてしつこい。おお、でも魔族のおかげで負けそうです。ちょ、まさか前に回り込んでくるとは。さあさあ、どんどん進んでいきましょう。おー、竜の谷の中に入りますね。洞窟になっちゃうのかな。ダンジョン臭がプンプンしてますね。はてな。この奥に竜の庭があるのね。そうなんだ。そろそろクイックセーブしておきたいですね。わー、あれ、自然と進んじゃいました。セーブしてないよ。あ、よかったよかった。わ、竜の庭、庭っていうからもっと緑のガーデン的な感じを想像してたんですけど、ちょっと違ったみたいです。竜の洞窟ですよね、どっちかっていうと。プレイヤーノート何か増えてないかな。依頼、特にないですね。
あらら、あ、でもこれはデスティニーストーンの場所の音楽ですよね。え、ここにもデスティニーストーンがあるのかな。え、ちょっとプレイヤーノートで確認しましょうか。語りですよね。語りで確か、デスティニーストーンの一覧があったような、噂か、噂でデスティニーストーンの場所は載ってないけど、それ以外ですかね、もしや。そうかも。この奥にディスティニーストーンあるのかな。もうなんだか、なんだか誰かいますね。こっちには、こっちには何もない。洞窟って言っても敵は出ないみたい。あ、あれが竜騎士。おお、竜だ。なんだかヒゲが生えてておじいちゃんみたいですね。我は騎士ラファエル、ミルサの盟友にして騎士団の創設者オイゲンの後を継ぐ者である。竜であり騎士である者よ、オイゲンに伝えし奥義を我に与えよ、騎士の技を与えしオイゲンの真偽に応えよ。おおまたいきなり、え、勝利条件、陣形竜陣を完成させる。え、何ですかそれ。陣形竜陣を完成させないと勝てないっていうことですか。え、陣形竜陣っていうのは、いつも出る強撃陣でしたっけ、陣のことですか。じゃあいつも通り戦ってたらダメなんですか。何か行動順を決めたりとかした方がいいのかな。ちょっといつも通りまずはやってみましょうか。どうしよう。騎士っていうから多分術は使ってこないだろうから、井戸ブレイクとかは今は封印でいいでしょうか。ササビシュート、ベルニーの読みで使ってみましょうか。スイッチバック、こんな感じでちょっと強そうなの使ってみましょうか。強そうというか BP が、消費が多いものから。竜騎士かっこいいですね。はい、おー、サイレントシュートバック。なんだろう、これで陣を出せたらいいのかな。あ、全然食らってないですね。え、もしや陣形については説明の必要はないだろうが、いや、ください、ください。これは素振りでも良さそうですね。与えるダメージはあんまり関係ないみたいなので、素振りをして竜人、竜騎士にヒントをもらいましょう。くれるかな、ヒント、お願いします。ポカン。陣形についての説明ください。へい。陣形って何という人は一度出直した方がいい。陣形は分かるんですけど、陣の出し方が分からないんです。ヒントください。ほい、いつでも逃げてくれて構わない。ちょっと、もう一回何か聞いてみましょう。今まで出したのは強撃陣とか、象が出てくるのとか、シルベンが出てくるの、そして3人で似たような技を連続して出そう。あ、ありがとうございます、教えてくれて。似たような技を連続して出すんですね。似たような技、頑張って自分で出したいですね。トリックモード、防御モードとかそういうものも関係してくるんでしょうか。多分近接技とかダッシュ攻撃とかそういうことだと思うんですけど、一回みんな体術で同じ技で戦ったら
結構技によっての違いとかがまだわからないので、パンチ全員パンチで陣とか出ないかな、同じような技を全員でやってみたら。モードが違うからダメかな。ダメですよね。袈裟斬り袈裟斬りっていうのを覚えちゃいました。ほい。例えば投げ技ダッシュ技なのだ。ああなるほどね。投げ技ならわかります。投げ技ダッシュ技、ダッシュ技っていうのが弓でわからないので、弓じゃわからないので、投げ技、空気投げとかじゃないですよね。武器を投げるっていうことですよね。ダッシュ技っていうのがちょっと、弓の説明をもう一回ちゃんと読もう。ダッシュ技なんてあるかな。敵の足元に素早く行動できるからダッシュ技もしや。で、そう、とりあえずみんなダッシュ技っぽいのを使っていきましょう。素早く行動できる、どうですか。これ体ごと敵にぶつかり、衝突拳もダッシュな気がする。ダッシュってでも速いってことだから、トリックモードの技の方がいいのかな。いやでも素早く行動できるっていうのをまず使ってみましょうか。でキスの槍でダッシュの勢いをつけて、うん、これ早そうです。もうちょっとちゃんと今まで見てたらよかった。弾き打ち、ダッシュの勢いを乗せて、よし。スピア、ね、槍でダッシュ技、ダッシュ技、体当たりの勢い、ダッシュかな。じっくり狙いを、違いますね。これしかないから、でもラファエルにはちゃんと戦ってほしいので、ラファエルの試練なので、体当たりの勢いをつけた、どうでしょうか。ディフェンスモードの技だけど、連携でいくのか。はやぶさ影の、ジンは出ない。ほいほい、その3つの技で連携を成功させよう。はい、ありがとう、教えてくれて。今度投げ技使ってみましょうか。でちょっと行動順を指定して、投げ技は最近覚えた、フランシスカですね。フライバイ、これ武器投げ、投げ技で、ナイトハルト殿下、確か槍を投げる技ありましたよね。槍を投げる技、槍を投げる技、弾き打ちじゃなくて、何かあったような、ちょっと待ってくださいよ。とりあえずナイトハルトは置いといて、で、もう一撃、正確な突き、確かあったような気がするんですけど、投げる槍の技、えぐり込むように二段突き、返し突き、草伏せ、いやない、アイシャの焦燥で、焦燥持ってない。そっか、外しちゃったんだ。メイスだけか、今持ってるの。投げる技。あ、叩きつける。あ、叩きつけるじゃないですね。投げつけるがないのかな。投げ払い、車輪のように切り刻む。ドラならし、ハイパーハンマー、ダッシュ、あ、ダッシュ技たくさんある。ちょっと待ってくださいよ、やっぱりダッシュ技にしよう。グレイキャンセルして、ダッシュの勢いを乗せて走り込み、
払い抜けダッシュですよね。体当たりの勢いちょっとラファエルはすいませんが置いといて、ジャンプからダッシュ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 、高速移動からの攻撃どうでしょう。これ使ってみよう、スイッチバックね。すごいシャンシャンシャンってダッシュしながら走ってたような、それは違う技だったかな。さあ旦那さんは、旦那さんはこんなに技で迷ったことなかったですね。まさかこんな試練が待ってるとは。チャージ、クローディアが、クローディアのダッシュ技ってありましたっけ。やっぱりこれかな。はい、あ、強撃陣か、違うんですよ。スイッチチャージ、違う、連携してくれて嬉しいけど、全中高列の順で連携できればベストだ。それさっき教えてくださいよ全中高列ね。全中高列はクローディアが後列、グレイ、ナイト、ハルト、アイシャが前列、ラファエルが中列だから、まずグレイに攻撃してもらって、ラファエルに攻撃してもらって、クローディアに攻撃してもらって、でナイト、ハルトとアイシャはいつも通りで、こんな感じでどうでしょうか。強撃陣違う違うよ。なんでだろう、ジンは出てくれるのに。お、影抜けハンマー、3人で連携してくれたからおって思ったんですけど、あ、もうヒントくれないですねそんな、どうしようかな。リュウビ返し、リュウビ返し、ちょっといろいろやってみますね。もうちょっとグダグダしそうだったらカットもしますので少しお待ちください。どうでしょう、これでハイパーニングや、違うよ。サイレント削り、影抜い、影吹きハンマー、違うな。行きますよ、違う。はやぶさハンマー、強撃陣違う、強撃陣はもういいけ、また強撃陣、強撃陣ならです、よしよしよし、白馬陣、退却しました一旦。で、後衛のクロちゃんが全く攻撃をできない。私が未熟なのですか、私が未熟なのですかちょっと待って、違うんだよ、私の技の出し方が悪いんだよ。一旦セーブしましてプレイヤーノートに、さっきの増えてないかな、増えてないですね、さっきのヒント。フォーメーションはこれでいいかもしれないけど、武器を変えて、武器を、アイシャの武器を変えてみましょうか。メイスばっかりだから、アイシャもハープーン、スピアをつけてあげて、いや、後衛がいりますもんね。後衛のダッシュ技。ちょっと意味がない、もったいないかもしれないですけど、アイシャを後衛にして、フォーメーションで。で、ハープーンの威力下がるけど、これでだいぶ、良くなるんじゃないでしょうか。こんな感じで、やってみたいと思います。で、前衛、中衛、後衛で攻撃したらいいんじゃないでしょうか。クロちゃん、出し技がなさそうなので、体術を使おうと思いますので、前衛に
します。まあ録画時間が47分になってます。よし、もう一回頑張りましょう。今日のノルマはジンを出すことです。わあ、またそこからですか。騎士団の創設者オイゲンの後を継ぐ者だ。さすが礼儀正しいですね。竜であり騎士である者よ、オイゲンに伝えし奥義を我に与えよ、騎士の技を与えしオイゲンの真偽に応えよ、よし頑張りましょう。陣形竜陣を完成させろ。はい、頑張ります。まず前衛から攻撃するので、空気投げ、いや、クロちゃんは防御でいきましょう。防御で、そうですね、防御、衝突拳の防御の中衛のラファエル、そうですね、行動順指定して衝突拳、ラファエルの中衛のチャージで、後衛のアイシャがスピアでチャージ、これでどうでしょう。これでみんなダッシュ技で全中後衛攻撃できてるはず。2人か、強撃陣、なぜならない。ラファエルのチャージのアイシャの、チャージ使えなくなっちゃった。いや無理ですね。光栄で弾き打ち、飛び込んでからの、どうでしょう。防御、竜神出た。ちょよかった。もう払い人気打ち竜が、やった、全中後衛で攻撃して、やっと、わあかっこいい。すごい今喜びすぎて両手を上げたらマウスがガタンって飛んでちゃいました。ああよかった、わあ長かった、よかったよかった。竜神を手に入れた、やったー、よかったね。ラファエル、これで認められたかな。238ジュエルゲット、動けますね。ちょっとクイックセーブ。長かった。とりあえずダッシュ技っぽい、もう感覚とそのモーションと説明を頼りでしかないんですけど、それでなんとか全中後衛で、フォーメーションも愛車を後衛に変えたりして、全中後衛でできるだけ順番に戦わせて、ようやく、あと他の後の2人はできるだけ邪魔をしないように連携のもう防御にしてたんですけど、それでようやく出せました。何度強撃陣が出たことか。もう話しかけられないんですね。これでもう試練は終わったんでしょうか。もうちょっと話したかったな、竜騎士と。終わってますね。依頼が解決済み。伝説の竜騎士ラファエルが騎士の奥義を身につけた。じゃあ騎士の奥義が竜神だったんですね。ラファエル、これからじゃあ一人で竜神使えるんでしょうか。ありがとう竜騎士さん、すごい嬉しくてもう飛び上がりました。またしても、よしよし、録画時間が結構すごいことになっているので、一旦休憩したいんですけど、せっかくなのでね、オイゲンシュタットだったっけ、オイゲンシュタットに戻ってから終わりにしたいと思います。ぼちぼちね。